寒いですね、はい、あなかなか布団から出るのがちょっと遅くなりますね、はい、寒いです。あ中にヒートテックとかは着てます。昨日も全然違う、普通に1枚でニット1枚で着て、はい、今日はあったかい格好でマフラーもしてこればよかったなと思いました。はい、ということで皆さんしっかりと寒さ対策されていましたね。今日の最低気温見ていきましょう。はい、県内で最も気温が低くなったのは渡嘉敷です。なんと 13.9 度、1月中旬並みとなりました。そして那覇でも16度となり、県内の20地点で今シーズン一番の冷え込みとなりました。いや中にタートルネックを仕込むというのは一つの技ですね、はい、そうですね、首元温めるというのは、ね、気づかされました。いいですね、はいはい、で日中もほとんど気温が上がらず那覇の最高気温20度止まりとなりました、はい、ではどうしてこんなに気温が低くなったのか、原因は上空の寒気です。詳しく見ていきましょう。こちらです。こちら今日の上空1500メートル付近の寒気の状態です。普段もっとこう上の方にある寒気なんですけれども、はい、今日は九州の北部ぐらいまで降りてきていたので、沖縄地方にも冷たい空気が流れ込んだというわけなんですね。失礼しました。ではこの先どうなるのか見ていきますと、まあ、木曜日金曜日と少し一旦寒気引っ込みます、はい、ただ土曜日頃からまたぐーっと南下、はい、してきまして、すごい近づいてるけど、そうなんですよ、日曜日になると、まあ、那覇付近まで降りてくる見込みなんですね、はい、気温グラフ見ていきますと、はい、こちらです。まず明日明後日一旦気温上がります。ただ暖かく湿った空気の影響ですので雨の降り方にはご注意ください、はい、その後再び先ほど見ました寒気降りてきますので、那覇の最高気温なんと18度止まり、最も寒い時期を下回る気温となりそうです、はい、今日よりもさらに寒くなりますので体調管理くれぐれもお気をつけください。